東日本大震災から10年が経った今も、台湾に対する感謝を示す行為やイベントが続いています。今回はその件につきましてご紹介させていただきたいと存じます。まずは東日本大震災に対する当時の台湾の対応につきまして、皆さんご存知のことだと思いますが、念のためにご説明させていただきたいと存じます。2011年3月11日14時46分、東日本大震災が発生直後には、当時の台湾総統である馬英九総統は、日本側の要請を受けたら、すぐに救援隊を出動したいと語られ、要請があればいつでも救助隊を出勤可能な状態に待機させました。中華民国台湾外交部は、すぐに大地震に遭った日本政府に30万台湾ドル、約116万円の義援金を送ることを表明しました。翌12日には1億台湾ドル、約2億8000万円に増額しました。3月13日には被害の拡大により被災地に救助隊を派遣することを表明しました。同総統は演説で、日本が1999年9月の台湾中部大地震や2009年8月の南部台風災害で台湾を支援したことに触れられ、我々も同様に積極支援すると語られました。台湾の救助隊28人は3月14日午前に台北市内のソンシャン空港を出発しました。同救助隊は日本に到着の後、自力で被災地に入り救助活動に当たる計画を立てました。台湾は3月11日の震災直後に派遣の用意を表明していたのですが、日本側の待機要請により各国の救助隊が日本入りする中、丸2日間の待機を余儀なくされました。台湾側外交関係者は、当時の日本政府民主党政権の中国の立場への配慮を示唆しています。また親日家として知られる李登輝元総統は3月12日に日本語で、日本の皆様の不安や焦り、悲しみなどを思い、私は刃物で切り裂かれるような心の痛みを感じています。自然の猛威を前に、決して運命だと諦めず、元気と自信、勇気を奮い起こしてほしいですと励ましのメッセージを寄せられています。物資支援として、発電機688台、毛布1599箱、寝袋2587箱、スリーピングマット236箱、衣類、防寒着等を含みます。4488箱、食品 16.5 トン、および9444箱、ストーブ900台、マスク404箱、カイロ150箱、飲料870箱、手袋42箱、暖房器具53台、マットレス33箱、粉ミルク895箱、マフラー21箱、ナプキン10箱、枕16箱、キルト408箱、ティッシュ20箱、トイレットペーパー30箱、懐中電灯3箱、タオル48箱、納体袋24箱を宮城県、福島県、岩手県、新潟県、山形県に提供していただきました。3月17日、3月18日にはチャリティー番組ファイト&スマイルと日本の311震災に愛を送る夕べが放送され、8億9000万台湾ドル、約24億3000万が集まりました。3月21日時点の義援金の合計は15億台湾ドル、約41億円に達して、4月1日には100億円を突破しました。これは同時期にアメリカ赤十字が発表した同国の金額を上回ります。世界一の義援金額となりました。最終的に台湾外交部が発表した東日本大震災に関する義援金などの資料によりますと、2014年12月31日までに総額253億円にまで達しました。さて、当時の台湾からの支援に改めて感謝を示そうと、東北の人々から台湾に向けて、ありがとう台湾、大好き台湾のメッセージを伝える壁面ラッピングが3月3日台北メトロ
MRT 中山駅の改札前に登場しました。台湾への思いを書いたメッセージを掲げる東北の方々、約1200人の写真が壁一面に敷き詰められました。目を引くラッピングに足を止めて、一人一人の写真を眺める台湾人やカメラを向ける台湾人の姿もありました。企画したのは台湾で青森や岩手、宮城などのインバウンドを支援する向井淳さんです。掲示料金約300万円を自腹で出しました。行き来ができない今だからこそ、感謝の思いや台湾を好きな気持ちを純粋に伝えられればと壁面ラッピングに込めた思いを語っています。壁面ラッピングの大きさは縦 2.5m、 横 18m です。向井さんの呼びかけに応じた1209人の写真が並べられています。向井さんが Facebook で写真の募集を始めたのは今年の1月下旬です。当初は最低100人と見込んでいましたが、締め切りまでの約2週間で予想を大きく上回る人数の応募がありました。参加者の内訳は、東北6県が1152人、 JR 関係者が54人でした。年齢は赤ちゃんから高齢者までと幅広いです。一般の人や自治体関係者のほか、三村慎吾青森県知事や村井義弘宮城県知事も企画に参加しました。参加者が持つボードには台湾語で、東北で待っています、一緒に頑張りましょう、小籠包が恋しいです、など台湾への思いが綴られていました。東日本大震災から10年が経ちました。包帯した日本人が何かにつけて台湾の人々にありがとうということに対し、日台交流を現場レベルで見ている立場として、台湾の方がもういいですよと思っていることを感じていたという向井さんですが、それでも10周年の節目の年ではあえてありがとうを言うべきだと思いました。それに加えまして、新型コロナウイルスの影響で海外旅行が難しい状況が続く中で、台湾を恋しく思う日本人の気持ちを何かの形にしようと企画を立ち上げました。台湾を思う気持ちの大きさはみんな同じとの考え方から、知事も一般の人も写真の掲載サイズは一様にしました。掲示費用は安くはありませんが、向井さんはかけたお金よりも大きなものを感じられましたと話します。台湾に来られない人が写真を寄せてくれたこと、嬉しさを感じ、その写真を見るだけで楽しく満足感を得たそうです。また先日、中国からパイナップルの禁輸措置を取られた際には、震災からちょうど10年を迎えたタイミングで台湾への恩返しの機運が高まっていたこともあり、台湾のパイナップルを購入する動きが日本で広がりました。震災以降、日本と台湾の絆はさらに深まったわけですが、そんな日台の関係性を描いた4コマ漫画が台湾で反響を呼んでいます。以下が日本語訳です。1コマ目、3月11日がやってきた。日本、さてと、いつも通り台湾の支援に感謝するか。台湾、それはかなりありがたい。2コマ目、台湾、あれ、後ろに何か見えたような。3コマ目、背景、日本、東北、ありがとう台湾、大好き台湾。台湾、いや、やりすぎだろ、赤面。最も驚くべきことは、これが10年続いているという事実だ。4コマ目、日本、パイナップルが中国から禁輸を食らったって。台湾に恩を返すチャンスが来たな。台湾、じっと中国を見つめる。この内容が日本という国を実によく表しているとして大好評です。様々な声が寄せられていましたので、その一部をご覧ください。海外の反応、本当日本人のギリ堅さってすごいと思うわ。なんか照れくさいね。なんか一途に女性を追いかける男の人みたいで感動するわよ。この前の第9回台北国際コミックアニメフェスティバルに合わせて、日本の漫画家が感謝のメッセージを送ってくれたよ。毎年毎年、日本は忘れずに感謝してくれるよね。トリビアを言うと、311の時の台湾の援助は、参加人数の多さ、期間の長さ、金額の多さから台湾史上最大規模の国家外交だったんだ。
日本を助けたのは一度だけなのに。毎年感謝してくれて嬉しい。日本っていたずら好きの男の子みたい。超かわいい。日本人って本当にあの漫画の通りだもん。この漫画は対日の関係を本当によく描いてると思うよ。台湾と日本の関係って本当に素敵だね。日本人の義理堅さは特別なものがある。台湾人も見習わないと。10年間ずっと変わらず感謝し続けてくれてるのはすごいよな。日本人がどうして礼儀正しいと認識されてるのか、彼らのこういった振る舞いを見るとよくわかる。日本と台湾は永遠の親友同士。日本は可愛すぎる。ほんと可愛い。日本が大好き。コロナ収束後、日本に行かないという選択肢はありえない。コロナ後は日本を台湾ドルで溢れさせてやるから覚悟してよ。結局のところ、台湾人と日本人は共に生きてるんだよ。統治時代から続く歴史的な情感が今でも残ってるからね。日本に感謝されることで寄付のことを思い出す台湾人。そして毎回日本の感謝っぷりに照れる台湾人であったのだ。日本に行った時にお店でお釣りを寄付したんだけど、店員さんは私が台湾人だってことを知ってたから丁寧にお礼をされて気恥ずかしかったよ。直接感謝されると本当に心が温まる。感謝の言葉をもらったら恥ずかしがらずに受け取ろうよ。最後までご視聴いただきましてありがとうございます。よろしければチャンネル登録をお願いいたします。